フェルディナント・ブランドナーは、オーストリアの航空機技術者である。ナチスドイツでは、新衛隊大佐の地位にあり、第二次世界大戦後のオソアビアヒム作戦により、ソビエト連邦で抑留されている機関に、これまでに最も出力の高いターボプロップエンジンである、クズネツォフ NK-12 の開発を担当した。ブランドナーは1903年11月17日に、 スデーテンドイツ人の両親の下にウィーンで生まれた。父親は下級管理であった。1921年にオーバーラント義勇軍に入隊し、勉学のためにウィーンへ移り、1925年には工学の分野で学位を取得すると、ラインラントにあるフンボルトドイツ元連社で、機関車用ディーゼルエンジンの開発を始めた。1930年にブランドナーはと、 国家社会主義ドイツ労働者等の技術工学部門に参加し、1935年にオーストリア、NSTP の技術コンサルタントに就任した。新英隊では、新英隊大佐の地位にまで昇進することになった。1936年にブランドナーは、デッサウにあるユンカースモトーレンバウ工場で、航空機用エンジンの設計に携わり、その後は、 ドイツの戦争遂行のために働くこととなった。第二次世界大戦終結間近の1945年春に、ブランドナーは避難しようとしているところを、プラハ近郊で赤軍により身柄を確保され、オソアビアヒム作戦の一環として、モスクワへ空路で移送されて、ニコライクズネッツオフと共に働くように配属された。その後にソ連は、デッサウのユンカース工場とシタスフルトの、 BMW 工場を解体してソ連邦内のクイビシェフへ持ち去った。共産主義からの離脱を望んでいたブランドナーは1953年にソ連邦から解放されてオーストリアに帰国した。アンドリッツマシーネームファブリック社で技術担当部長として働き始め、そこから BMW 航空機エンジン社の経営幹部になった。1959年にブランドナーは ヨーロッパを離れ最高機密の航空機開発計画のために政府が第二次世界大戦時のドイツの科学者の雇用を進めていたエジプトへと渡った。コードネーム135と命名されたブランドナーのプロジェクトはすでに制作されていた戦闘機用のジェットエンジンの開発であった。1962年にエジプトのドイツ人科学者たちの存在が世界中に報道され、 イスラエルから西ドイツへかけての地域的な緊張を生み出した。1972年から1973年にかけてブランドナーは教授として中華人民共和国で働き、エンジン製造技術を伝授した。ブランドナーは1986年12月20日にザルツブルクで死去した。ジュモ2221937年にブランドナーが率いる設計チームは、 出力 3000HP のユンカースユモ222エンジンの開発を命じられ、その後の1941年に生産段階に入った。12881941年にブランドナーが率いる設計チームは、ドイツ航空省さら最優先事項に指定されたユンカース u 2 8 8爆撃機の開発を担当した。RD-10 RD-10 ブランドナーが率いる設計チームは、1944年からドイツで開発に携わっていた、ジュモ004エンジンを再製作し、これは RD-10 というソ連での名称で知られるようになった。ジュモ0121947年にブランドナーが率いる設計チームは、ソ連上層部の要請を受けて、戦時中のドイツで開発していた、高出力のジュモ012エンジンの再制作を、 行った。このエンジンは1948年に完成したが、量産は中止された。TW-2、NK-4012 エンジンの作業が中止されると、ブランドナーが開発責任者となって、出力 6000HP のジュ022エンジンの設計と製作が始まった。この計画のソ連の名称は TW-2 と NK-4 であった。 このエンジンは1950年10月に国家の領収試験に合格し TB-022 とに t b, 2, t b 2回エンジン開発の先駆けとなった NK-12 ツポレフツ -95 の NK-12M ターボプロップエンジンブランドナーは後にクズネツオフ NK-12 として知られるようになるソ連の要求する新しい出力 12000HP 級エンジンの 開発に専念する開発人の指導者となった。このエンジンは1953年に最初の試験が行われ、満足すべき性能を発揮し、最初にスポレフツ -95 に搭載された。ソ連のイサンソビエト連邦でのブランドナーの業績は、ソ連の大型ダーボプロップエンジン生産の標準となり、最終的にブランドナーのリーダーシップの下で世界で最も、 高出力な航空機用ターボプロップエンジンであるクズネツオフ NK-12 が誕生した。試験中のブランドナー E-300 当時、エジプト政府が製作していたヘルワン波300戦闘機に搭載するエンジン用にブランドナー E-300 が設計されたが、初犯の事情により計画は破棄され、実際には飛行しなかった。ありがとうございます。